はい、こんにちは、こんばんは。インパクトドライバーをね、買ったんですよ。アマゾンで。ポチりました。ハイチカのね、っていうブランドなんですけど、充電式のインパクトドライバーなんです。結構揃っててね。充電器とバッテリーと、これね、六角、8ミリ、10ミリ、12、14ミリとね、揃ってます。ちょっとね、音はね、この程度の音は鳴りますね。これで、LED ランプがね、押してる間光ります。操作中。あ、ここか、ここに。LED ランプ。で、これね、これ、晴天。晴天と、右回り、左回り。変えられますね、ここで。真ん中にすると、ロックがかかりますね、ロック。レバーを引いても、引けない。ここ真ん中にするとね。ちょっとね、あ、これで、ここで、充電。確認できますね。フル充電、満タンで3つ、点滅、点灯ですね。点灯しますね。これ電池がなくなっていくとこ、メモリも3から2、1と減っていくようです。はい、ちょっとね、ちょっとね、試しにネジを打ってみたいと思います。ひネジ 3.5×32mm のね、ひねじを打ってみたいと思います。うまくね、打てるかな。これいきまーす。ほら、インパクトドライバー初デビューですね、これ。おお、入った。斜めに入った。なんで、難しいな。舐めてしまったね、ちょっとね。合ってないのかな、このビットが合ってないのかな。この木が硬すぎるのかな。いや、打てるはずなんですよ、これぐらいやったら。なんか頭舐めちゃいますね。頭を舐めちゃう。まっすぐにね、なるように。まっすぐ押し込む感じですよね。だけど、ネジの頭が壊れてしまう。舐めてしまいますね。難しい。木が硬いっていうのもあるのかな。私が不器用っていうのもあると思うんですけど、ネジの頭、舐めすぎですよね。潰してしまいすぎ。ビットとネジの
サイズが合ってないのかな。まあね、インパクトドライバー購入したんで、これでなんかね、なんか作りたいと思います。これね、ここからね、これ暗くすると、これね、わかりますかね、ここ火花火花が出るんですよね。ここからね、火花が見えますね。火花がね、レビュー、Amazon レビューにも書かれてたんですけどね、これ。まあ別に私はもう気にしないようにします。あとはね、これ、どれぐらい、耐久性がどれぐらいかですよね、これ。もっとね、うまく打ち込めるようにね、これから慣れていきたいと思います。ありがとうございました。